どうも、空を愛するすべてのパイロットに敬礼、ナゲッツです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもよろしくね。さあ、前回からしばらく時間が経ちましたが、まだまだ奥深いストレンジリアルの世界史をざっくり解説していこうと思います。今回は2015年に起きたエメリア・エストバキア戦争について振り返ります。この戦争は EE 戦争とも呼ばれ、1999年の小惑星ユリシーズ落着で被災したエストバキアと隣国エメリア共和国との間で起きた争いとなります。ユージア大陸で起きた大陸戦争もそうだったし、小惑星ユリシーズによって起きた争いって世界にいくつもあるんだね。このエメリア・エストバキア戦争を描いたのは、シリーズ初の XBOX 専用タイトルとして発売されたエースコンバット6、解放への戦果、領域支持や支援攻撃などスケールの大きなエースパイロット体験が特徴なのです。まずこの戦争を一言で言うと、ズバリユリシーズが生んだ非対称戦争です。1999年8月、小惑星ユリシーズは地球に飛来し、ユージア大陸とアネア大陸に甚大な被害をもたらしました。アネア大陸東部に位置するエストバキア連邦には多数の破片が落着し、その結果エストバキアの経済とインフラは破綻してしまったのです。それに対して隣のエメリア共和国の被害はわずかであり、エメリア政府は NGO と共に被災地の復興支援を始めました。エストバキア内部では政府の影響力低下に伴って各地の軍人たちが台頭し、6つもの軍閥が国内を分割統治し始めました。でもこうした統治はうまくいかず、軍閥間での抗争や略奪が発生し、衝突が繰り返されるようになりました。2007年から2013年にかけ、エストバキアでは本格的な内戦が起き、最終的には東部軍閥と呼ばれる組織が国を統一しました。その勝利の背景にはエリート部隊であるシュトリゴン隊と従順交換兵器アイガイオンの連携攻撃にあったと言われています。統一後、エストバキアでは紛争の一因となったエメリア共和国に対する不満が次第に大きくなっていきました。エメリアが無計画な援助を行ったからエストバキアはぐちゃぐちゃになったんだってね。それって逆恨みじゃありません？2015年8月30日、かくしてエストバキアは貧窮した経済を立て直すことを目的にエメリア共和国への侵攻を開始。首都グレースメリアにある王様橋が攻撃されました。わあ、王様橋が！エメリア軍は直ちにスクランブル発進し、これらに反撃。急遽編成されたガルーダ隊はエストバキア軍が送り出した多数の戦闘機や爆撃機、そして輸送機から展開された空挺戦車を次々に撃破していきました。やるやん。一時的に優勢かと思われましたが、エストバキア軍が運用する従順交換兵器アイガイオンから発射される巡航ミサイルニンバスによってエメリア軍は全滅寸前まで追い込まれ、首都グレースメリアからの撤退を余儀なくされました。さらにはエメリア共和国の橋の端、はるか西のケセド島までエメリア軍は追い込まれてしまったのです。しかし、ここからエメリア空軍ガルダ隊に所属するタリズマンたちの反攻が開始されるのです。雪原の戦車部隊を退け、走行列車を破壊して、トンネルを何度もくぐり、飛行場を取り戻し、各地のエメリア軍部隊を率いていきました。助太刀致すってね。そしてなんとかエメリアの首都グレースメリアまでたどり着きました。しかしそこにはエストバキアによって武装化され要塞となってしまった町の姿が。うわぁ、なんてこと。絶対に取り戻す。総力戦が展開された首都奪還作戦はエメリア軍の勝利に終わり、グレースメリアはついに取り戻されました。この時代でも様々な兵器が登場しました。ベルカ戦争後、エストバキアへと亡命したベルカ人技術者が開発に関与していると言われる巨大空中空母アイガイオン、電子支援を担当するコットスと防空を担うギュゲス、アイガイオンが放つ特殊長距離巡航ミサイルニンバスにはエメリア軍も大苦戦しました。そしてエースパイロット部隊であるシュトリゴン隊のリーダーパステルナーク少佐が狩る C
CFA44 ノスフェラトとの熱い戦いも忘れてはなりません。彼は部下たちを逃がすため単独でエメリア軍機と交戦しました。うおー兄貴ー。彼が繰り出す多数の無人機にはさすがのタリズマンも手こずりましたが、なんとか勝利し、この戦いを勝利に導きました。解放されたグレースメディア市民も花火を打ち上げまくりでアゲアゲのピヨピヨですよ。ところが敗戦を認めないエストバキア軍はユリシーズの破片を破砕するために建造されたレールガン施設シャンデリアに移動し、グレースメディアに砲撃を開始。とことん大バカ野郎だな。しかしここでも我らがガルーダ隊が危機を救います。シャンデリアの弱点である冷却装置を破壊し、砲身の奥にあるコアも破壊、シャンデリアを完全に無力化することに成功したのです。そして今度こそエメリア共和国を解放することに成功したのでした。この終戦の背景にはエストバキア軍の将校による謀反があったともされています。見えないところで活躍する人たちもいるんだね。いかがでしたか？次回はいよいよ東大戦争について解説します。天使とダンスだよ。